こんにちは。手で芸をするコミーです。今日は大人グラデーション、久しぶりですね。これを使うんですが、ちょっとね、前からやってみたいなと思っていたことがあったのでやってみます。サムネでタイトル出てるかな。なんてタイトルにするんだろう。まあ前にもね、先にタイトルは決めないというふうに言っているので、これも多分私昔っていつだよっていう感じですけど、覚えてないんですけど、そういう編み物の仕方をしていた気がします。なので、まあ自覚はなかったんですけど、まあセラピーになるではないかというふうに思っていることなんですよ。人端が出ないこういうところがつながってるから、これがこうってことは、あった、すごい下手っぴーな取り出し方になっちゃったな。あのですね、鎖編みだけをずっと編んでいくというのをやりたかった。いつかやってみようと思いながら、すごく時間が経ってますね。本当に1年に1回編み物をするかしないか、冬にね、冬シーズンにやる時もあれば、やらない時もある。そんなぐらいの編み物だったんですよね、今まで。この動画を始めるまでは。で、まあ何か作りたい、まああんまりなんか作ろうみたいな感じであんまりなく、なんかまあマフラーとかぐらいはね、簡単に作れるから、そういうのは作ったりしたことがあったんですけど、そんな難しいものは作れると思ってなかったし、まあ、めんどくさいね、見て作んなきゃいけないから、あんまりそうやってやってなかったんだけど、なんかやっぱり編みたくなる、何かこう手を動かしたくなるっていう感覚ですかね。だからただ鎖編みするとか、細編みするとか、中長編みするとか、長編みするとか、そういう編み物の仕方をしてました。でそれで気が済むんです。セラピーとか全然知らなかったっていうかな、そういう感覚はなかった、自覚がなかったっていうかな、そのためにこうやって編んでるみたいなことは意識してなかったっていうかな、分かってなかったんだけど、なんか手動かしたいなみたいな感じでこうやってやってると、なんか気が済むみたいな、そういうことをしてたんですよね。だからね、なんかなんだかわかんない、ほんとなんだかわかんない、こうやって鎖編みだけ編んだやつとか、細編み編んだやつとか、長編み、なんかいろんな編み方をね、本を見ながらやってみるとか、そういうのとかが結構 ありましただからその何かを作るために編むんじゃなくて、もう本当に編んでることが楽しい、楽しいっていうか気持ちいいっていうか、そういうことをしてたんですけど、そういうのないですか？もちろんなんかね、もう作品ができる方はもちろん作品作った方がモチベーションが上がりますもんね。
ただ編んでるだけって、なんか私も今何かを作ろうとして作るようにねなっているから、この何ただ編んでるだけっていうのってどうなんだろうなっていうのとかちょっと気になってはいたんですけど、だからやってみたかったみたいなところもあって、これをね、あの大人グラデーション結構気に入っていますから、多分これ編んだ後ほどいて使うことにはなると思いますけど、そういうそういうのやる方いらっしゃいます？まあちょっと変態チックですかね。なんかね、こういうそういうのってこの編み物だけじゃなくて、私あの字を書くのが好きなんですね。なんかで文通が好きっていうのも言ってたことがあると思うんですけど、まあ、絵心はないから絵を描くのはちょっと苦痛なんですよ。ちょっと飲み物言っていいですか？すごい中途半端だけど、今日の蓋付きマグカップはいはい、梅昆布茶です。字を書くのが好きという話途中でしたね。あの文通はもちろんね文章だし、あの、まあ、何かを書くっていう意味ではその字を書くというよりも中身が関係してありますよね。何を書くかっていうことで、まあ、そういうふうに文章を書くのももちろん好きなんだけど、ただ字を書くだけ、あのその言葉の意味とか関係なく字を書くのが好きで、だから広告の裏とか自由帳とかなんかそういう白いところにこう好きな文字もしくは書きにくい文字を練習するとか、なんかそういうのとかもやりました最近はやってないけどそういうの結構やりました。だからなんかポップみたいな感じでそのちょっと字を太くして書いてみるとか、まあそういうのもやりましたけど、それよりもそんなもう凝ったものじゃなくて、本当にただ鉛筆とかで、文字を書く、ひらがなが多かったですねそれは。でひらがなってその形が難しいんですあの習字は習ってたんですよね小学校の時で、まあその毛筆とまたね鉛筆で書く字とちょっと違ったりするから、まあ関係ないっちゃ関係ないけど、でもその字をひらがなをね、漢字はねちょっとね形をつけやすい、かっこつけやすいっていうのかな、整えやすいんだけど、ひらがなが結構難しいんですね、私からすると。だから習字って普段の生活ではあまり使わないですよね。まあペン習字やられてそれをこう普段の生活の中で使う人もいるけど、でもやっぱり鉛筆だったりボールペンだったりって書くことが普段はどうしても多いから、そういうもので、なんか自分が納得いく綺麗なひらがなを書きたいみたいなのもあって、それでね、あの意味もなくひらがなをただ書いているみたいなこととかよくやってました。だから何にも意味はないんですよ。その例えばね、得意なひらがなっていうのもあるんですよ。このひらがなは私綺麗に書ける、自分が納得いく形に書けるっ
ていうひらがなもあるんだけど、いやこの文字はちょっと苦手みたいなひらがなもあって、まあ、それを練習したい気分の時と、あと自分が気に入った形に書けるひらがなを書いて、うん気持ちいいみたいな、そういう時と、まあその時によりますけどね、そういうこととかしてました。まあそれも多分こうやってただ鎖編みを編むとかそういうのと似てるんじゃないかなって思うんですよね。だからこういう鎖編みも、まあ、ただ編むただただ編むんだけど、これ今ちょっとね言い訳すると動画撮りながらっていうのと、あとこの糸が結構絡まっててこれやりながらっていうのもあったりするんですけどね、あのいかにこの鎖編みの一つ一つの玉を同じ大きさにするかみたいなことをこう考えながら意識しながら編むので、なんかねこう簡単じゃないですか。だから今は、まあ、動画だからっていう言い訳をさせてもらうけど、動画だからこう喋って編んでってやってるので頭の中は結構考えてます、いろいろね、何喋ろう次何喋ろうとか、そんな風に頭は使ってるんだけど、この目を揃えるように鎖編みを編もうとするとここに集中してるんですよね。前に編んだ目と同じぐらい、そんでその同じような力加減で引っ張るみたいなことを考えていると他のこと考えてないんですよね。だからすんごい自分の世界なんですよ。これはもうまさしくオタッキーの話ですね、マジで。そういうのを最近はやってないけど、あのやってました。最近はだからね、今いろいろと編みかけがあって作品を作ろうとして編んでいる中でも、編み済みないで編めるやつとか、だからあれですね、メリアス地獄っていうやつ、そういうので多分これを味わってるんだと思うんです。ずっとメリアス編んでればいいんだとすると、本当にそのメリアスを揃えて編んでいくにはっていう風に、この針先と指先に神経がいっていて他のこと考えてないみたいな、そういう感覚ですね。だから今はそういう風にしてこれをやってるんですねって今気がつきました。でね、そういう風にやった時ってこうやってちょっとピントがこっちになっちゃってな、この編んだものをこうやって時々見たりしていやめっちゃオタクだわ。そういうのってやったことありますか？まあね、そんなにいらっしゃらないかもしれないけど、いらっしゃるとは思います。でね、あの編み直しとか私あんまりやらないけど、こういう時は例えばね、ボコってきっとなんか考え事してたりとかすると、こういう鎖編み途中でボコって一個大きい穴になっちゃってるやつとかが出てきたりするんですよね。そうするとそこまでほどくんです。本当に作品作ってる時はね、もうなんか途中で間違えて、まあいいこのままやっちゃおうみたいなことあるのに、
こういう時、例えばこれ、これちょっとおかしいですよね、これ。これ。こういうのとか、ここまでほどいてやり直すとか、そういう風に楽しんでました。なので、その頃ね、本当に毛糸は、100均はなかった。なので、手芸屋さんのワゴンに入っている、すごく安いやつを買って、そういう風に、こういう風にして、遊んでました。そう、だからね、編み物歴、その、始めたのはすごく、前ですけど、そんなにね、経験はないんです。こういう経験しかないっていうね。だからといってすごく上手くなってるわけじゃないけど、なんかその目を揃えて編むみたいなことは多分好きですね。でもそこに集中しすぎちゃうから、何か形にするときにはそのね、減らし目したり増やし目したりみたいな、そういうことを考えながらやると、ここに神経がいかなくなってめんどくさくなるみたいな、そういうことなのかなってちょっと今話しながら思いました。はい、ということで今日は結構恥ずかしいなこれ、ただ鎖編みをするという動画になりました。もう一回やったからこれで動画にはしないと思いますけどありがとうございました。おしまいです。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。